嵐のワクワク学校とはアイドルグループ嵐が東京ドーム及び京セラドーム大阪を教室に見立てて授業を行うチャリティーイベント。略称はワクワク学校。2011年東日本大震災を契機に嵐がチャリティーイベントを開催。メンバー5人がそれぞれ先生として授業を行った。以降は通常イベントとして毎年開催。 2012年に宮城県、福島県で在住者無料招待の課外事業。2017年には熊本県で熊本地震復興支援公演を行っている。また2016年は同年に発生した熊本地震の被災者へ。2018年は平成30年7月豪雨の被災地域。2019年は令和元年房総半島台風の被災地域へ。 収益金の一部を寄付した。東日本大震災への寄付も継続しており、2018年時点で計20億円を義援金としている。テーマは日々ぜきつけ効果は嵐のふるさと。2015年からはジャニーズ事務所所属の後輩グループがアシスタントとして参加している。2019年1月27日に、 嵐が2020年12月31日をもって活動休止することが発表されたため2019年開催のイベントを最後に参加を終了することを発表。しかし2020年以降に後輩グループに引き継ぐ予定であったが新型コロナウイルスの感染拡大を受けて医療従事者に感謝の気持ちも込めて2020年度はオンラインで開講することが決定した。 1. 1今こそ、感謝を伝えよう。二宮和也に、新型コロナウイルスを知ろう。桜井翔さん、体を動かそう。相葉正樹4、待つ意味を考えよう。松本純吾、絵を描こう。大野里ありがとうございます。